たちの間では、魔法炉爆破の黒幕とされるウータイへの聞いたぞ。倒してくれたんだって。一部では魔法炉のロボットがスラムで迷子だなんて、やっぱり爆発が原因かね。やつら魔法炉を警備しているつもりで俺を侵入者だと判断したのか。ああ、自分のしていることもわからないなんて哀れなもんだ。いや、死んだの末端なんてそんなもんか。機械も兵士も同じだ。そんなことは。はいはい、これで事件は解決。これからも何でも屋のクラウドをよろしくお願いします。あ、おう、なんか巻き込んで悪かったな。とにかくありがとう、助かったよ。あんたを見込んでもう一つ頼みたい。武器屋の前に元気のないじいさんがいるはずだ。話を聞いてやってくれないか。いざとなれば戦うぞ。うわ、びっくりした。見回りの調子どう？いろいろ観察してるんだ。いつか作る自分の店のために。お店開くのが夢なんだ。うん、いっぱい稼いでハウスを助けたい。先生たちは言わないけど、寄付があってもいろいろ苦しいみたいだから。内緒だぞ。話したら罰金だからな。あ、勉強の時間。これで全員だね。ハウスに戻ろう。おお、あんたか。何でもやって言うのは、実は女房の命日なんだが、墓参りに行けなくてね。墓地に厄介なモンスターが住み着いてしまったんだ。どうだろう、代理で墓参り頼めるだろうか。安くはないぞ。ありがとう。墓地は川の先だ。でも聞くところによると門が施錠されたらしい。モンスターのことを知らずに入る人がいないようで。墓地の鍵ってモグヤのとこで交換したよね。スラムまでより爆破されるのからも。片付けるぞ。ごめん、急いでるの。よし、沈め。狙うぞ。当たれ。沈む。まだだ。行け。攻めるぞ。失せろ。体勢を立て直す。
クラウドもお祈りしてあげたら。俺はいい。報告に戻ろう。また世話になっちまったな。これは報酬だ。先生は俺の恩人だ。そして今じゃあんたも恩人だ。だからこれは俺の気持ち、受け取ってくれ。奥さんのお墓きれいにしてお祈りしてきました。ああ、ありがとう。おかげで気持ちの整理がついたよ。女房の墓参りはもうやめにしようと思ってね。こんな弱った足腰じゃどうにもこうにも。最後になんとか一度だけ、そう思っていたところにあんたたちが来てくれた。もう自力では無理。女房にもちゃんと伝わったはずさ。そんな。墓地の鍵だ。モグヤに返してくれ。だが私はもう。あんたが返してくれよ。報酬として5000もらうぞ。 5000? 金金金。ああ分かった。お前さんの助けはもう借りない。鍵は私が返しに行く。ああ嘆かわしい。これが神羅の世の末路か。私たち頼りにされてるね。ああ。楽しくなってきた？ああ。じゃあ顔と声に出して。何でもや客商売だよ。そこは任せる。いいけどずっとってわけにいかないから。それもそうだな。そうだよ、私の報酬高いから。お前に売る武器はない。なぜなら ごめんなさい。おかげさまで子供たちが帰ってきました。助かりました。では張り切ってお勉強しましょう。ガマ王が出たぞ。前より基地の近くだ。なんとかしないとな。ガマ王？秘密基地の奥に出るカエルのモンスターだよ。すっごく凶暴で王冠をかぶってるの。多分モンスターの王様だと思う。ソルジャーさんなら倒せるよね。ああ、しかも簡単にな。でも俺の報酬は安くはない。お金なんかない。自警団ならタダだよ。他の大人に知らせたら秘密基地が立ち入り禁止になっちゃう。あそこはみんなの大事な場所なの。宝物あげるからお願いします。足りない分は俺が店を出したら払うから。どうしてもダメなら自分たちで退治するであります。サンギルでどうだ？秘密基地のガマ王退治はサンギル。今回は特別だ。やったー、商談成立。俺たちの秘密基地よろしく。約束違反は重罪。反省であります。ガマ王は秘密基地の奥の方にいる。凶暴なやつだから気をつけろよ。お願い。犬怖い。クラウドさん、いつもご協力ありがとうございます。また新しいマテリアを開発できましたよ。バトルレポートのデータ提出をお待ちしています。
じいちゃんの魔晄の話が止まんねえな。すぐ三時。能力すれば。進むぞ。すぐ三時。能力すれば。沈め。当たれ。悪くない。あまり前に出るな。じゃ、後ろから投げだ。飛んでけ。お疲れ様。ここまで決めろ。よかった。片付けるぞ。ごめん、急いでるの。来ないで。伏せろ。刻む。行け。マイチレ。ガマを倒せたの？ああ、しかも簡単にな。やった、さすがクラウド。これでみんな安心して遊べる。ありがとう。はい、お礼の宝物、絶対3ギル分はあると思うよ。遊ぶ時間はありませんよ。宿題をたっぷり用意しました。今日中にやっておくこと、いいですね？わかりました。我慢王退治ありがとうございました。さすが先生、何でも知ってるね。そうありたいんですけど、なかなか。夢のため、仲間のため、困っている人のため、毎日夢中で走り回っている子供たち、あの子たちがつまずいたり転んだりしないように見守ってあげたいんです。疲れそうだな。それはもう。でもみんながここを出ていくその日まで、応援してるよ、見ているよ、愛してるよ。そういう気持ちを伝えたくて。本当なら家族からもらえたはずの愛情を他人の私から感じてもらうには、それくらいしないとって思っています。すごい、先輩の見よう見まねです。尊敬する先輩のスタイルを引き継いだというか。ううん、ビッグス先輩に比べたら私なんか全然。あ、いけない、私そろそろ出ないと。用事あるんだった。用事っていうか夢です。ありがとうございました。なんだろうね、先生の夢。興味ないね。
秘密基地を守ってくれてありがとう。お礼に特別にあれに参加できるよう話を通しておいたから、もう一度秘密基地に行ってみてよ。ランチのせいでうちのじいちゃんが元気になっちゃって。いろんな事件のせいで休んでたクラッシュボックス、やっと再開できたよ。クラウドのおかげだ。そうだ、町内会の前にいる冴えない顔したおっさんが何でも屋を探してるってよ。子供じゃどうしようもない問題も多くてさ、解決してくれると助かる。何でも屋クラウドの噂流しておくよ。その方が仕事しやすいだろ。近頃ヤバいモンスターも多くなってる。クラウドなら心配ないと。頑張れ。あ、クラウド、いいところに来た。今ねクラッシュボックスをやってたの。一番たくさん箱を壊した人はこの基地の英雄になれるんだよ。本当は子供しか参加できないんだけど、クラウドは特別に許可してあげる。どう？俺、素質ある？嬉しい雲。
せに一歩近づいたっぽ。ひょっとして噂の何でも屋さんですか？ああ。自分は活力新聞の記者をしているデマンです。活力新聞、いつもスラムの悪口書いてるね。とんでもない誤解です。スラムの醜い現実を世に知らしめることで目指すべき未来を問いかけているのです。で、何でも屋さんにちょっとお願いがありまして。スラムエンジェルはご存知です？正体不明の怪盗スラムエンジェル、主に神羅カンパニーの関係者に予告状を出し、どんな警備もかいくぐって金品を盗み去る。有名だよ。盗んだものを貧しい人に配っちゃうの。スラムエンジェルはご機嫌取りが得意だから、スラムでは人気です。でも泥棒は犯罪です。秩序の敵です。私は奴の正体を暴きたいんです。ところが住民の口が固いのなんの。おまけに私、記者だとバレて誰も話してくれなくなりました。そこで何でも屋さんに取材をお願いしたいのです。噂の盗賊スラムエンジェルのことならどんな情報も歓迎ですよ。ここにいる奴らは何か知ってるはずなんだ。盗賊の正体を暴いたら大スクープだ。報酬弾みますよ。噂の盗賊スラムエンジェルのことならどんな情報も書いてます。いたぞ。これがミッドガルニアだ。これはなが、ここは町内会の建物だよ。町内会といっても暇な老人がのんびりしているだけだがね。あんたものんびりしていくかい？ここは町内会の建物だよ。じゃあ空は？人助けをしている若い人がいるんですよ。みんないい子なんだな。なぜかわかる。何？スラムエンジェル？近頃しつこく嗅ぎ回ってる記者がいる。ひょっとして奴に頼まれたか？はっ、知ってても教えねえよ。スラムエンジェルは俺たちの英雄だ。神羅の手下なんかに売れるか。ひっ、人の秘密を探る仕事とはな、盗賊の方が100倍上等だぜ。ひっ、人の秘密を探る仕事とはな。こんにちは、ミレイユさん。久しぶりだね、エアリス。変わった男とつるんでるって聞いたよ。この人はミレイユさん。町のこと何でも知ってるの。こっちはクラウド、元ソルジャーですごく強いの。これを使いそうか。噂は聞いたよ。何でも屋でハウスの子供の憧れ。今は活力新聞の依頼でスラムエンジェルを調べてるんだって。詳しいな。噂話が大好きでね。しかしあの下っ端死んだもしつこいね。あいつの依頼は関係ない。話を聞いて俺が興味を持った、それだけだ。おやおや、あんたもスラムエンジェルに見入られた口だね。ちょうどいい、新しい情報が入ったんだよ。ちょっと裏を取ってくるから待ってな。あの記者と一緒にさ、記者と一緒に待ってな。悪いようにはしないから。記者と一緒に待ってな。悪いようにはしないから。町内会といっても暇な老人がのんびりしてる。お、どうでした？ミレイユさん、わかる？最新の情報くれるって。ミレイユさん、あの情報通、自分
もしつこく食い下がったんですが、はぐらかされてしまって。どうやって口を割らせたんです？なーに、年寄りの気まぐれだ。気が変わらないうちに教えてください。新情報ってスラムエンジェルの目撃なんですか？それとも残した痕跡が？いいえ、やつらのアジトの情報さ。アジト、大スクープだ。場所はどこですか？裏道を進んだ先にある物見の高台。もう随分使われてない場所だ。物見の高台ですね。すぐに行ってみます。けど別の噂もある。近頃その高台にモンスターが住み着いたとか。かなり手強いやつらしい。それでも行くとは見上げた汽車根性だ。いや、軽率に踏み込むのは汽車失格。裏付けを取って行動が汽車の基本ですから。なら、うってつけがいるじゃないか。ねえ。なんでも屋さん、もう一仕事頼みます。高台の様子を探ってください。裏道の先にある物見の高台、その場所がスラムエンジェルのアジトかどうか、その調査をお願いします。高台にモンスターがいたら何とかしてください。真相究明のためですからね。報酬は後でまとめて支払いますから、ぜひ特ダネを持ち帰ってくださいね。裏道の先にその調査をお願いします。高台のモンスターは厄介なやつって話だ。油断するんじゃないよ。エアリスに怪我させるんじゃないよ。いいね。期待してるよ。何でもいや。高台のモンスターは厄介なやつって話だ。前に出るな。いや、後ろから来ないで。攻めるぞ。終わりだ。進むぞ。
ちゃう？くぶいて見せてやる。届け当たれ。来ないで。やあれやっ投げだ。やっ冷たいよ。何やっ攻めて一気に。当たれ。力出し切ろう。貧しき人々へ援助の品、スラムエンジェルがいただきます。スラムエンジェルの予告状？他には何もなさそうだ。戻って終了報告だ。ないですか。間違いなく本物です。スラムエンジェルの予告カードです。これが有名な予告状かい。大発見です。他に手がかりは？おや、このカードなんか書いてある。しつこき神羅の汽車殿へおびき出して少々痛い目に遭わせるつもりでしたが、何でもやと出会うとは幸運でしたね。しかし次はどうなることやら、ご用心あれ。スラムエンジェルからの警告。何でもやがいなければあんたはモンスターにやられてたってわけかい。悪かったね。情報通とか言われていい気になって、危うくあんたを死なせるところだった。まあまあ、こうして無事だったわけですから。これに懲りず私にも新鮮なスラム情報を流してくださいね。スラムエンジェルの予告が出たぞ。次はウォールマーケットのドン・コルネオだ。待ってました。ドンは大物だ。これは大事件になるぞ。ちょっとその情報詳しく。報酬を取り損ねた。ほら、これを持っていきな。なーに、遠慮はいらない。出所はあの騎士屋のポケットだ。盗んだんじゃないよ、預かっただけさ。感心したよ。さすが噂の何でも屋だ。そろそろ帰ろっか。そんな時間か。クラウド、仕事受けすぎ。報酬が低すぎるんだ。お試し期間でしょ。我慢我慢。さあ帰ろ。スラムエンジェルはあのドン・コルネオから何を盗むのかね。
ワクワクするね。スラムエンジェルの私はそれを信じてるんだ。スラムエンジェルはあのドン・コルネオ。スラムエンジェルの正体は絶世の美女って噂があってね。私はそれを信じてるんだ。おかげで気持ちがお若返るわ。ごきげんよう。待ち伏せ？エアリス、これが新しい友達か。新しいって人聞きが悪い。なるほど、魔王の目だ。レノンをやったのはこいつか。俺だったらどうする？事実確認、上長に報告。クラウド、行こう。ルード、悪い人じゃないから。その通りだが、エアリス、俺たちは舐められたら終わりだ。悪く思うな。思った通りだな。タークスなんて見かけ倒しだ。お前もな。やっ、能力反対。下がってろ。一剣あぶり出すぞ。頑張るね。ほっといてくれない。できない。おまじょしてくれ。俺がです。何？相棒の借り、返させてもらおう。やってみる。私に任せて。離れてて。ね。やるな。帰る気になった？いや、楽しくなってきた。まだいる？仕事だからな。仕事は選んだ方だ。ここか。引くか。これぐらいのやつはゴロゴロいる。仕留め。おい。えっ。ここまで。当たれ。お願い。今日は帰って。そうもいかない。おい、ルード。お楽しみのとこ悪いが、7番街スラムの件で緊急要請だぞっと。今すぐ戻ってこい。わかった。事情が変わった？そんなところだ。しばらく家にいてくれ。それ苦手なの。
ってて。やっぱり来る？花と話して、というそんな一日でした。行こう、お母さん待ってる。花、なんだって？お疲れ様って。嘘、何も聞こえない。でもね。ううん、何でもない。どうせ信じないから。だろうな。一応聞こう。本当？あと少しって気するんだ。お花、何か話したがってる。何か言いたいことがある。そんな気するんだよね。でも何か足りない。あと一歩届かない。だから聞こえない。私いつもそう。そして諦めちゃうの。そんな風には見えない。諦めるようには。それはね、今日は頑張ってるもん。何かあったのか？さあ、行こう。返事くらいしてやれ。お花、なんて？お疲れとかなんとか。うん、お疲れ様。ああ、もう十分だ。遅かったじゃないか。一体何してたんだい？ごめんね、いろいろ回ってきたから。夕食の準備ができてるよ。あ、運ぶね。だったら客間の準備を頼むよ。はい。クラウドはくつろいでて。あんた、その目、ソルジャーなんだろう？元ソルジャーだ。悪いけど、何も聞かずに今夜のうちに出てってくれないかい？あんたたちは普通の暮らしと引き換えに力を手に入れたんだろう。欲張っちゃいけないよ。お待たせ。ご苦労さん。お腹空いただろう。ペコペコね。本当に立派になって。
そんなんじゃあれだね、女の子もほっとかないだろう。別に。都会にはいろいろ誘惑が多いんだろう。ちゃんとした恋人がいれば母さん少しは安心できるってもんだ。俺は大丈夫だよ。あんたにはね、ちょっとお姉さんであんたをぐいぐい引っ張っていく、そんな子がぴったりだと思うんだけどね。お望み通り出ていくさ。どうしたのクラウド。いや怖い夢でも見た。でも夜明けまで待ってね、ちゃんと送ってあげるから。ああ。今度は見つからないように。もう休んでてって言ったでしょ。ほら部屋に戻って。ああ。行くのかい？7番街へ行くにはどうすればいい？6番街を抜ければいいのさ。簡単だろ。途中に危ないところもあるけど、ソルジャーなら問題ないよ。元な。あの子にはもう関わらないでくれるね。わかった。ありがとう。